さんです。あ、出た出た出た、よかった。あ、よかった、始まりました。はい今回はね、イレギュラーの配信です。そうなんですよね。なぜかというとね、うん、シンガポールに行ってたので、はい、配信ができなかったんですよ。はい、そうなんです、うん、いやもうシンガポールがさ、先週だったよ、ね、だから、だから1ヶ月前の気持ちしてるよね。あれ、あれ違う、うん、もう1週間って感じなんだけど。あ、そっち、あ、まだもっと経った気持ちしてた。あ、本当に、うん、どっち、もうだいぶ経った、だいぶ経った、だいぶ経ったよね、こっちだ、うん、こっちか、うん、そんな前に感じる、感じる。あ、そう、うん、でも1週間はまあそこそこ長いからね、うん、何でも楽しいことってあっという間に過ぎるよね。そうなんよ、ね、早い。シンガポールの思い出は、あ、シンガポールの思い出は、うん、マウと2人でいろんなとこに買い物行ったよ、うん、インドタウンとか。あ、行った行った。あと何、リトルインド、リトルインドと、うん、なんだっけ、アラブ、あ、そう、アラブ通りね、うん、みたいな、いろいろ行って、うん、こう多国籍の国やったよ結構、うんうん、そのインド人とかめっちゃ多くてびっくりした、うん、なんかシンガポール人がなんか少ない気持ちした、うん、ていうかシンガポール人が日本人に見えた、あ、系統がね、一緒だ、アジアだよね、アジア、なんかもうちょっと分かる、南米みたいなイメージだったんだけど、話しかけるとシンガポールの人で、うん、日本人じゃなかったんだみたいな、そうそう、言葉もねがっつり英語じゃないんだよね、なんかそう中国語なまりというか、うん、英語だし中国語だしみたいな。北京、あれ北京が多いの、うん、でもそんな北京だよ、ジャパニーズオーサーみたいな、そうこっちだよね、そう、うまいでしょ、オーディオオーサーみたいな、でしかもタクシーの移動が多くて、タクシーの方が安いからね、うん、でタクシーから流れるラジオが英語じゃなくて北京語みたいな感じだから、うん、あ、どっち標準語何と思って、うんうん、どんな感じだったっけ、そう、ピョン、ホーツーモアバイバイね、こんなのだったよね、すぐバイバイって言われる強めのね、そうね、あとね、あ、これ言っていいのかな、生配信で禁止用語じゃないかな、大丈夫か、え、何、大丈夫かも、誰誰って順番があるじゃん、平気だよね、多分平気だと信じて言っちゃうんだけど、うん、だいたいシンガポールの人って私たちを見て日本人だと思っても、まず最初の言うのが中国人、チャイニーズって、日本人だと思ってたもん。で、その次コリアン、で、ジャパニーズなんだって。なぜか知ってる？日本人が一番優しいからなんだって。そう。なんか中国人の方に日本人って聞かれたら、あ、チャイニーズ！そうそう、なんだけど、ね。でも確かにうちらもそれ何回か言われてるのね、うん、チャイニーズって言われて、うん、そう、ジャパニーズみたいな感じだから、そうそうそう、そういう受け答えが日本人は優しいから、うん、絶対日本人って分かってても1回目はなるほど、そう、もしチャイニーズだったらめっちゃ怒られるからって、すごいよね、何回言われたかだよね、ね、ね、でも結構な確率でジャパニーズって言われてたよ、みんなも、あ、そう、かなこ言われてたな、ジャパニーズって言われてたね、私中国語がいや、うん、いや、そんなことないよ、本当、うん、別に日本人だよね、日本人かな、残念ながら彫りも深くなく、そうなのよ、程よい薄顔、やかましい腕上げたね、なんだ腕上げてないよ、腕上げてないよ、大丈夫、大丈夫どうでした、初カジノだったんですけど、そうそう、お金いるねそう思った、シンガポールのレートというか、うん、そのミニマム高い、うん、1回ゲームするのに、例えばテーブルゲームブラックジャックとか、一番安いその賭け金が25ドルなの、お、超高くない、
言っちゃえば、まあ、80円で計算しないで普通に100円で計算しても2500円だよ、うん、1回、うん、なのにその日本人じゃないようなあの観光客は150ドルでかけてた1回15,000円、うん、大体まあまあまあすごいよ、ね、でもそのらへんが一番混んでた、そのセレブゾーンみたいな、うん、ねパーって見たらなんかもううわ布のなんか金だらけの、うんうんうん、石油王みたいな、ね、すごかった、ねね、マジで本当にいいなと思いながら、あと出てた、うん、あど忘れしちゃった、一緒にカジノした、あ待って、目に松が入ってるでしょ、入ってる、ちょっと続けて、いつは続けるそうシンガポールのその今一緒にいたとか思った、いたいでしょ、絶対入ってたもんでしょって、あのね、一緒に出演した一人の女の子、クルメ、誰だっけ名前、あチェリーガンのマイム、マイム、そう、マイムちゃん、そう、マイムちゃんが、マイムちゃんも初カジノで、マイムちゃんはルーレットしたの、うん、で、最初のその同じ、そのミニマムが25ドルだから、で、その価値はやっぱ分かってないんだよね、やっぱチップだから、うん、2500円って分かんないじゃん、うん、最初、おもちゃだと思って、うん、バンバンかけてそれがだよ、まやむちゃんね、最初100ドルぐらいの持ち金が800ドルぐらいになったの、スタッフさんのやつだけどね、そうそう、最初私お金ないんでったら、スタッフさんがじゃあお前じゃこれでやれみたいな感じで経験だみたいな、したらもうめちゃもうスタッフもえぇーこんなっつって、でもやっぱりゲームだね、うん、全部持ってかれたわ、え、そう、やめときが肝心マジで、あれはあの時にやめといた方がよかったよね、お金ない人はもうすぐやめた方がいい、本当に思った、うん、私もブラックジャックだでちょいちょい勝ったの、うん、でも最後のうちらルーレットやったじゃん、うん、マシンか、はいはい、マシン、あの、うん、勝手に揃うスロットみたいなやつ、そうマシンで負けたもん、そうだよね、結局でもちょっと取り戻してたよね、そうなの、最後もなんかパーってもう入れちゃえとか言い出してもうこんな紙みたいな、あの紙っていうのはお金じゃなくてあの換金する紙、うんうんうん、そうの紙だったからもういいやと思って入れて、とはいえそんな大掛けできないからなんか1ドル50セント3ドル5ドルみたいな感じだったんだけど、うんうん、一番小さい1ドル50セントで1回やったら1回で当たったの、1回だったね、そう、しかもめっちゃいいやつ、そうセブンセブンセブンガチャ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 ンセブン、でも勝ったの1ドル50セントだから賭け金が多分少なかったんだよね、33ドルしか勝たなかったでも倍じゃんね、あれ、あれ、あれがね、うん、もういいやっていう気持ちで、うん、未だに後悔してんだけど、もう5ドルぐらいでやったら相当だったよね、いや、あれ5ドルでやったら周りのやつの溜まってるやつも全部入ってくるからね、それ今言わないでよ絶対そうじゃん、そう、私は怒ってたよ、そうだよね、一番高いやつやんないと周りから避けれないから、そうなの、うわそうだよそんなのあるんだ多分それでそのつもりでやると当たってないよね、それでやったら当たんないよ、当たんないよ、やっぱああいうのってお金持ちがもう当たるようになってんの、やっぱお金ある人の時によるって言うじゃん頑張ろうか地道にそうよ地道にやろうってわけで、提供のユーワンさん、あユーワンだ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい ね、 ね、なんか提供ね、提供が出てくるので、またクラウドセルフィーで CM を課金してあげるからもうね、プレッシャーがすごい、そっちの方がね、チャンギ国際空港のバーで黒ビールがグラスで一杯23ドルだった、高っ、あのシンガポールの空港だよね、うん、飲みたい味は高いけど我慢 できなくて飲んだ飲んだんかい飲んだんだ、一杯23ドル高っ、高っ、あ、カード作った人いるもんね、それでねそうだよ、いやでも楽しかったな、なんかね、あとやっぱ綺麗だったね、あめっちゃ綺麗だった、もう、うん、そのルールにあるガムが禁止っていうのがちょっとなんかびっくり、でも意味分かった、綺麗だったもん、うん、だしその、まあね、やっぱ夜ご飯食べに行ってホテルまでの道とか歩いて帰ったら、うん、やっぱ土日とか若者がもう地べた座りまくって、そこでもう花見のようにどんちゃんしてて、そうやってやっぱ帰省しないと、そうだね、やっぱダメなんだなと思った、あれは思ったね、結
構ルール厳しくしないとちょっと汚くなっちゃうんだなっていうぐらいのあれだった。うん、本当花見だったね。そうね。例えがそうそうそう。例えまいし。重かった今。重かった。いや本当そうだったな。遊びは遊びマジになるな。そうね。いや本当そう。ダメよ。付け事は。でもどう？ライブは。ライブね。うん、日本と一緒でやっぱ向こうにもオタク文化があって、うん、もうタイガーファイヤー、うん、一緒だったよね、うん、そう、しかも最新バージョンの、うん、あのコール、うん、言ってたね。日本の動画見て覚えてる。あれすごいね。なんかちょっと有名人になった気がしたもん。盛り上がってくれて。あ、確かに確かに。知ってるかのようなテンションでやってくれたもんね、うんうん、嬉しかった、うん、あれは。でもやっぱ全国じゃない、世界共通なんだね、やっぱそういう、うん、なんかオタクっていう言葉がもう世界で通用するらしいのね。うんうん、そうそう、だからすごいなと思って。褒め言葉だね、オタクってね。うん、ね、オタク。いやでも本当に楽しかったな。あっという間だったね。来てくれた方はね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。もうまーちゃんのね、うん、ファンがいっぱい来てくれて本当に助かりましたよ。かなこのファンもね、みんな。でもなんかね、またこういうの、まあ、海外じゃなくても地方でもね、うん、一緒に盛り上がったら東京タワーと味わえない楽しさがあるんだろうなって思った。みんなでね、うん、マーライオンの周り散歩して、うん、写真、もう普通にもうフリー写真タイムみたいなのも設けたりとかしてね、うん、そうそうそう、日本じゃ絶対しないような、うん、結構いたよね、一緒にみんなとね。いたーね、マーライオン、うん、マーライオン衣装着て出会ったもんね。そう、暑かったけどライブとの間だったから衣装を着替えられなくて。そう、すごい優しい人が、二人が可愛いからだよ、だって。そう、シンガポール盛り上がったのは、まあ、うん、それはそうなんだけどさありがとう、それはそう、そうなんだけどさ。なかなかダサいよ、私は顔赤くなるだけだよなかなかダサいよでもやっぱあの海外のいいところは年齢を本当に気にしないから、うん、うちらが何歳って言おうが別に関係ないから、すごいやりやすかった。確かに、うん、ね、本当に思った。それはそれでって感じだからね、うん、別に、うん、そういうのありがたいよね。ありがたい。否定しない。そう、否定しないの、おばさんたちはそうそう、受け止めるから、素直に受け止めるのそうそう、お褒め言葉はもうすぐ、もうすぐよ、否定しないのもしないしないありがとうっていう。そう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 。そんなことないですとかもうやめたから。言わないよ。ありがとうございますっていうね。もらってこうっていうね。そうなのよ。お世辞ぐらいわかるのよ、もう。確かに確かに。そうよね。わかるよね。ああ、ウケる。いやでもさ、なんか月一でやってるじゃん。うん。まあ、だから先週なかったじゃん。うん、ちょっと久々な感じがするんだよね。うん。漫画のクラブも。確かに確かに。逆に、うん、今日だから来れたって感じ？初？前回だったら来れなかった？あ、じゃあ逆に今日でよかったね。ありがとうございます。嬉しい、初参戦。ね、嬉しい、うん。かなこのファン来てくれて嬉しい。あ、ね。びっくりした。これ来てんのかな？それじゃないけど、ね、でも嬉しい。そうそう。そうなんですよ。あ、まずさん美人、ちゃんかな可愛いって。え、逆っていうか。なっちゃうかも。あ、そっか、うん、違う人といると美人って言われるけど、うん、ジャンル的にマウといると可愛いってなっちゃう。マウが多分美人だからねえ、みんな今日いいお酒飲めますありがとうございます。否定しないでも一番なんかみんなも悩むみたいだよ、この32歳に対して、うん、可愛いねって言うとバカにしてるのかもって思われるかなと思って、全然思わないのにね、気使って美人だねって言ってるみたいな、可愛いと思ってんだけど、うん、大人の人に、あ、美人さん、あ、美人ですねの方がなんか響きがいいんじゃないかって言われたことある。全然どっちもウェルカムだし、うん、うちだでもパスポートよく確認されててシンガポールで、うんうん、もう全然見せちゃうって感じだもん。いくつに見えますあ、そういうことねそういうことね、そういうことね。嬉しいけどね、可愛いってね。嬉しい嬉しい。本当嬉しい。嬉しい。でもなんかちょっと、二人とも美人。本当？本当ありがとう。嬉しいね。いざね、ちゃんと言われるとなんか発想なんだよね。コメントだからとか言って言っちゃうけど、うん、直で言われたら
ありがとうございます。そういうとこも大人になったんだよね。でもまんちゃんシンガポールの前にね LA 行ってたじゃん。あ、そうそうそうなんです。先月ね、うん、賞をもらったとか。もらいました。そう、ちょうどマウカナクラブ14日やって、もうその次の日にはもうアメリカに行ってきたんですけど、うん、映画祭ね、何がすごいって、うん、作品数がすごくて、うん、738本の、作品がエントリーして、うん、それの映画祭で、うん、そう言ったんだけど、最初はただそのアメリカで流れるっていうのが最初の目的だったから、うん、もうただそれを見るだけでうちらいいよねっつって、監督とボイメンの2人と、うん、ボイメンの、ね、スタッフさんも一緒にみんなで行こうっていうのがあったんだけど、行く1週間前にエントリーが決まったの、あのノミネート、そうで、ノミネートされたってなって、あ、じゃあもうこれは本当に気合い入れていくしかないって言って、うんうん、急遽ドレスも買ったりとかして行ったんですけど、そのすんごい広い会場で、うん、なんか丸テーブルにこう、あ、そう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 ね、うん、役者さんがこう、そうそうそう、ハリウッド女優さんたちがその中にマーさんがなんですごい巻き舌のすげえじゃん、できない、できない巻き舌が、ハリウッド女優さん、ハリウッド女優レイレイ、え、日本の方もいらっしゃったんですか。いた、いらっしゃったんですかやっぱ女優さんなんでいらっしゃったんですかいた。でもね、日本の作品は少なかったんだよね。でも実際6作品とか7作品で、あとは中国の方とか、まあ、でも本当に国際映画祭だから、うん、インドもタイもあったし、そう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 、でもやっぱ作品勝ちだったんだよね、その企画勝ちってみんなと話してて思ったんだけど、なんかアメリカの方というか、別になんか否定とかじゃないんだけど、介護とかって施設にこう預けてしまう方が多いんだって。はあ、日本の方は結構自分で見るもんね。そう、介護疲れとかしちゃうもんね、みんなね。そのなんつうんだろう、その日本の独特 の、 その愛情というか、うん、その風習というか、その介護するっていうことに対して感銘を受けて、うん、この作品はいいって思ってくれたから、本当に企画勝ちだったんだよね。そうそうそう、そう、作品賞って言って、その738の一番取りました。え、それだったらもうどんどん流してくれるってこと？一応どうなる？なんか結局さ、日本のメディアって、結局うちらがこうなりましたよって言わないと、やっぱ日本のメディアってわからないし、だから日本にはまだその全然その広まってはいないんだけど、アメリカではそれこそ500何十何個のテレビ局には流れてる。おそう、フォックスとか。やばいじゃん。そう、一応ね、一応記事にはなったんだけど、うんうんうん、ね、どうなるか分かりませんけどね。いや、すごいよ ね、 ね、だってアメリカのファンとかがツイッターとかフォローしてくれるかもしれないじゃん。あ、まあまあ確かに、ね、で最近だとね、ツイッターさ、変換してくれるじゃん。うんうん、で私さ、もうさ、英語さ、もう6年以上離れてるからマジで抜けたんよ。でもめっちゃ喋れてたよ、シンガポールで。結構ペラペラに、なんかシステムとか物販とかもいっぱい喋ってくれて、全然超助かった。いや、でもやっぱその文字にするとかっていう文章が、あ、まあね、ただでさえ日本語でさ、ごじるのにさ英語なんかもっとごじるわけじゃん。わかるわかる。だからツイッターの機能もありがたいと思って、うんうん、勝手に変換してくれるから、うん、そうそうそう、そう、アメリカ入国できるようになってよかった。そうなんです、ありがとうございます。アメリカ行けなかったから ね、 ね、ギリギリまで分かんなくて、ブラックリストだもんね。そうなの。たったその言葉を今見た人はさ、何してるんだと思っちゃうけど、何もしてないんですよ。そう、本当は本当してないの。やめてよ、また入れなくなっちゃう。ちょっと切ってもらおう、編集。生配信や。生配信か。え、でも本当にね、そう、ありがとうございました。でも無事にね、帰ってきました。ありがとうございます。で、うん、お土産ね。わ、なになに。そうなの、本当に買ってきたの。買ってきたの、みんなにだよ。そうなの、約束の。うわ、マジで知らないんだよね、何か。これね、うん、あ、最初に言っていい？ハト出てこないよね。ハト出てこんって。マジシャン、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 マジシャン
に言うけど冷凍なの、冷凍でクール便で届くの。これアメリカから2日前に届いたんですけど、そう注文して、でもクール便だからもちろん見てくださってる方にはもちろんなんだけど、こう生配信をこう来れなくても見てる人にも、そう視聴者さんにも渡したかったんだけど、クール便の手配がやっぱ大変だったので、今回はちょっと来てくださる皆さんにだけになっちゃいます。イエーイ、ごめんね、見てる人みんなごめんね。いやいい、しょうがないよこれはもう。でこれです。え、なに？ウニシュト。すごい、あのツイッターでちょいちょい私動画を上げてたんだけど、ツイッターでね動画上げてて、この動画はねみんなにあげるために営業してたわけですよ。ちょっとあげていい？1個だけ。え、すごい、え、カナも欲しいんだけど。あげるあげる、やったー。もちろんあげるあげる。やばいね、めっちゃいいやつじゃん。え、言っていい？めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。すごい。おー、はい、すごい、カリフォルニア産ウニだって。何があって、あの、サンタバーバラで取れるウニなんだけど、サンタバーバラのウニってカナの顔ぐらいのウニなの。本当に冗談抜きで。そんなに綺麗なの？そんなに綺麗なの？そんなに綺麗なんです。え、カナぐらいはもしあったとして、うん、中身は具は？結構大ぶりがブリンブリンってある。ね、こんぐらいの。まあでもあの何層にもあるじゃん、ウニって。でも形は本当に大きくて、で味が濃厚で甘いの。でここのマルヒデさんの良さは、そのなんて言うんだろう、保存料みたいなのが入ってないの一切、だから開けたらすぐ食べてほしいんだけど、あとね、でも高いんでしょ？ね、今お高いんでしょ？で、ね、言っていいですか？お高いんです本当に。これは本当にお高いんですよ。そうだからね、そのウニシュトって大体瓶詰めってね、その形崩れているものを入れるんだけど、そうだね、これ取ったらわかるけど、ちゃんと形残ってるから。いやすごい、これすごいでしょ。これをね、おすすめの召し上がり方、うん、2度おいしい、まずはそのままウニで、残り半分はウニ丼、ウニ茶漬けとしてお召し上がり。贅沢だけどおいしいの。無添加だから本当に。これを皆さんに。そう、すごくない？なんと今なら。本当はね、視聴者のみんなに負けたかったんだけど、ごめんね、ちょっとクールビンがあれだったので。すごいよ、これをおねだりして。見てみる？見てみます？あ、じゃあちょっと見てみましょうか。ちょっと一個だけあげちゃいますね。わおー、いい。試食、試食、試食だ。あ、じゃあ食べてみてよ。え、悪いよ。食レポ、食レポ。でも本当に重要な食レポ。これえ、悪いよ。もう一回探し、あの、動画上げ直すんで、動画ちょっと皆さんリツイートしたりとかいいねして、ちょっと広めてください。そうです、色が悪いよ。え、悪いよ。おっさん、おっさん、やばい。やばい、まあ、でも今ねちょっと凍らしてるからちょっと凍ってるかもしれない。やってもね、まあ、大きいよ1個が。おお、すごい。そう、本当丸ごと入ってんの。ちょっとカメラ食べないで。でもね、味ちょっとこうかな。いただきます。うん、海の宝石箱や。めっちゃ、あれ今取ってきた。美味しいでしょ。超美味しい。でも正直、多分山口県出身じゃん、うん、まあこういうウニの缶よく食べる機会が多いんだけど、全然違う。カチッとした、あの変な味付けじゃないし、辛くもないし、ほんと新鮮。めっちゃウニ丼にしたら美味しいでしょ。ご飯やるでしょ。もったいない。もうぜひこのままお召し上がりいただきます。まあこれもらうわ。じゃあかな、本当に。あ、じゃあ、じゃあこれ。あ、いいよ、新しいのでも。逆にかのこの方が嬉しいかもしれないね。いや、いらないでしょ。いい、いい、ありがとう。
とうございます、まおちゃん、イエーイ。そうなの、なので皆さん、もしね、気になってくれた方は、ぜひマルヒデで検索をして、ぜひお買い求めください。本当に損は、損というか、裏切らないので、期待以上の商品になるので、うん、すごい。みんなもよかったらね、プレゼントでお願いします。ちょっとね、見とくわ。あと山口のウニもめっちゃ美味しいんで、ちょっと違うよって意味のあれでした、すいません。山口もうまいよって言われちゃうけさ、ごめんね、美味しいよね、うん、日本のねウニももちろん、でもこのウニも昔は日本に出荷したの。でも人気がありすぎて日本にはまだお寿司屋さんとかにも置かなくなっちゃったらしいんだけど、うん、そう、ぜひ食べてください、すごい。なんかジャパネットも置かない、ジャパネットバーかな。いや、うちら絶対売れないと思うよ。そうなの、全然プレゼンできないもん。うちらのプレゼンもできないのに。確かにうまい、ね、うまいできるわけないじゃんね。自分らの話もできないのに。もっとなんかプレゼンできたらもっと売れてたかもしれないもんね。いや、そうだよ、頑張ろう。やっぱ特技なんですかとかさ、いろいろ聞かれたりするじゃん、面接とか、うんうん、やっぱなんか全部中途半端だし。いや、でもなんか喋れない、なんか、うん、まあ、はい、みたいなまあ、映画も好きだし、みたいなこれもするし、まあ、お酒、あとお酒が好きですね、みたいななっちゃうから。あ、お酒ってさ、何が好きなの？1杯目はビールじゃん、うん、2杯目はレモンサワーか芋焼酎。芋ソムリエになったら芋ソムリエまあ、酒ソムリエもいいもんね、うん、いや、かな、それで1回調べたんよ、うん、酒ソムリエみたいな、それやる、うん、勉強したり、学校っていうかその受けるじゃん、うん、受講、何なんていうの、うん、それするのに学校行くのに、うん、なんか10万とか20万とか、単価なんてるやん、機械の人に入っちゃった、入っちゃった、そうだから野菜ソムリエもなんか資格取りたいなと思って調べたら、それも30万とかあるの、取るだけでだよ、で毎月さらにすごい会費みたいな払わんといけないよ。資格取ったのに会費払わされんのよ。やで、やめたってなった。確かに。そうなんよ。なんか勉強せっかくしようと思ったのにお金取ってきたから、やめた。え、じゃあさ、独学でやってさ、試験だけ受けるっていうのはどうなの？ちょっとそれはお調べしてません。でも、ね、すごいね。うん、多いよね。うん、高いんだね。教会に入るのが前提で、資格を、認定資格だから、国家資格じゃない。うまくできてんのね、うん、でもあれも調べた、なんかカッパを取っていいっていう資格、カッパ検定みたいなやつは200円で取れんの試験大変だった。いや、お金払って名前書けば受かるそうそう、カッパ検定みたいなのがあって、それ面白いかなと思ったけど、うん、まあ、会えないじゃん、なかなか。なかなかね、お目にかかれないよね。もしカッパが見つか捕まえた場合、お皿にちゃんと水をあげてくださいとか書いてあるのじゃん。えぇ、ー、かわいいよね。かわいい。え、カッパってどこにいんの？川みたいな。川？あ、なんか出るところってないんだ。もう全国的に川があれば。遠野とか。遠野？遠野？遠野？新潟県。新潟県。岩手県。俺の方だね。座敷わらしとかと同じ。ああ、そうだね。座敷、まあ、ネッシーとかと一緒よね。座敷わらしやったんすよ。そうそうそう。そうそう。コンピオだね。そうそう。コンピオっていうね、トレンディエンジェルの高橋さんと初恋太郎さんが企画した、うん、なんかお笑い舞台みたいなのに、うんうん、それこそ9月2日か3日4 4日、あ、4日だ、はい、だって2ぐらいに帰ってきたじゃん、で3だけ稽古して4出たやん。あ、そうだ、そうそうそう、で4日、そう4日だったんですけど、いやー、オフィスわらしずるくない？私やりたかった。あれはもう本番で出来上がった感じ、あのテンションは本番で初めてやった。盛り上がもうダラダラしてたもん、めっちゃマジ、うん、だからもう中村さんにもうでも、うん、ちゃんかな、本番でも任せますみたいな。アドリブが甘いからね。その誰かにいたずらするみたいなやつがあったんだけど、あれも当日もうその場で決めながらやったから。あ、確かに確かに、あの初めて小道具がもらったみたいな感じだもんね。そうそうそう、何でもしてくださいみたいな、うん、その何でもがさ、やっぱアイドルにさ、うん、変なことできないじゃん。知ってる、知ってるやん、水性ペンって大事だもんね。でも一応本番前に言った、まあね、これは OK ですかって、あの事務所さんに殺されたら怖いんでそう、
さあ大丈夫ですってことで芸人さんに言ってないけどやっぱ相手に言ってないや面白いわあれああいうの言いたかったまたやれるよ、うん、なんかもしかしたらまた第2弾があるかもって言ってたからあそう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 その時はぜひ皆さん来てくださいね。しかもねまだわかんないんだけどもしかしたらすごい大きいとこでやるかもしれない。そうなの？急にどうしたっていう場所かもしれない。もう誰でも知ってる場所なの。東京じゃない、そう東京なんだけど。そう。下北とか。いや下北ではない。草月も武道館。そうお前そんな感じとか言ってる。武道館って本名でオフィスわらし見えなくない？でもまあみんなが知ってる劇場だよね。そうそうそう。まあもし決まればですけど。その時またお知らせします。はい。いやでもなんか5月3日に初ライブをしてマウカナで、うん、でまあちょいちょいこうなんかスローペースだったけど、なんかここ最近一緒にやることがね増えてきたよね。そうだね。お互い共演した方とかが、うん、マウカナどうとか過去に共演した人とかが言ってくれたりとかして。うんそうね、最近だとなんか単独というよりかはマウカナでっていうことが本当に多くて、うんうん、それがちょっと嬉しいんです最近。わかるわかる、ねうん、超嬉しい。そうそうそうで今月で言うと23日ねそうノンスタイル井上さんのラジオに生放送出ます、うんうん、でもなんか井上さんはもともとも8年、うん、M1 撮ってすぐぐらいかなめっちゃ仲良くてバスケチームが一緒で、うん、よくご飯とかついて待ってたんだけど最近あんま遊んでなくてでそのラジオをやってるプロデューサーさんみたいな人がよくマオカナの舞台とかに大塚ドリームシアター関連の人なんだけどそうそうが井上さんラジオ始めたんでよかったらマオカナでって言ってくれて、うん、そうそれで決まったんですよあの仲いいからよかったらみたいな、うん、そうそうしかも先週今週から始まるんだよね先週から始まった先週から始まって第2回のゲストがマウカナそうおそうそうかなこのおかげだよありがとうありがとうあの知り合いのねクロス FM なんであの見れるのでねでも一応早いか時間あ15時だねでも日曜日だよ、うん、あそっか日曜日だうん、うん、でもずっとその8年前ぐらいに、うん、やっぱ井上さんはさ M1 撮られててもう大スターじゃん、うん、もう誰もが知ってるノンスタイル、うん、でカナはずっとなんかいいな売れててみたいな絶対いつか一緒に仕事したいみたいな、うん、言ってたらいや頑張ってりゃいつかあの絶対一緒にやれるでみたいな言ってくれてて8年かかりましたいやーでも顔ですごいキザなこと言うんだねあそうなんよそうでかっこつけだから本当にプライベートでもそう変わんないんでそこはあでもすっごい優しいあそうなんだ、うん、すっごい優しいその人バカにしたりしないなんかお前なんて売れへんよとか言わんそうそうなんかお前は別にお前らしくやっときゃええんちゃうみたいないつか誰かが見てくれてるんやないみたいなキソだねでもかっこいいね俺はこうなんつうのコネでさ、うん、出したるわみたいなの嫌だから、うんうん、自分でいつか頑張ってこいみたいな、うんうん、でもそれがねマウカナとしてこうって私も参加できて嬉しいわそうよそうよ、うん、そうなのよだから本当めっちゃ嬉しいどんな話されるんだろうと思いながら私ちょっと保護者で見守ってるわなんかねでも一応なんかアイドル発掘系のラジオだから、うんうんうん、どうなんだろうねどこまで話すんかねいや第2回でおばさん来るっていうあんまりゴリゴリ聞けないねそう、うん、どういう手でいくか分かんないし向こうがう、ね、もしかしたら初めましてとか言ってくるかもしれないし世間に言うたそうね、うん、そういうのあんのよそうどうぞそしたら初めましてそれどうする嘘つけよって言うから言うから本当怒られてもいやはって言う、うん、いやいやでもなんかちょっと楽しみだねその絡みも含めて確かにどうなるのかでもめっちゃヤンキーって呼ばれてるからかなあだ名がいやもうだってそのまんまじゃんヤンキーって褒めてないそうヤンキーって呼ばれてるのよ8年前ぐらいから変わらずね昔から変わらない変わらないブレないねブレないブレないそう、 ブレないそう黙ってれば青春派だもんねいやあなたもねそうなのよ私、うん10月も10月でライブが2本決まって10月2日はなんと元メンバーの、うん、スルースキルズの元メンバーだった根本ういの生誕イベントマウカナゲストで出ます、うん、でもあれは嬉しいライブはしないよね
するんだって。あ、そうなん、うん、今知ったもん。そう、へー、2部のやつ私も確認したの。2部のやつ出るって言ったら、うん、願いって言ってた。あ、じゃあ1部はバラエティ、2部はちょっとライブバラエティ。そう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 、そうなんだ。そうで、やっぱり元なだけにちょっとする好きの曲もやりたいって言ってくれたので、そう、元メンバーがあと1人いるのよ、ピッピって。3人でちょっとやってくる、うんうんうん、あとはまあ浮かなももちろんあります。まあ、衣装金のする好きの、それがね、オークションで出しちゃってて。あ、でも新、一番新しい新衣装、あ、ピッピないんだわ、わかんない。見たいよね。確かにね、だって1年半ぶりぐらいでしょ。うん、着れるかなって感じ。着れる、余裕余裕。そうなんだよね、楽しみだね。そうそう、楽しみにしていてください。10月2日ね。はい、2日です、うん、そして10月の16日、こちらですね、あの下北の、うん、あのろくでもない夜というライブハウスでゲスト出演をします。うん、もう出番はね、発表していいそうで、うん、夜9時頃なので、うん、平日なんですけど、ちょっと仕事終わりに来れるので、うん、ぜひぜひ。9時9時過ぎ。そう、あ、遅っ。うん、あ、6時半オープンぐらいだもんね。そう、うん、で、出番の順番は言えないんだけど、9時頃私たちは。へ、なんかね、うん、カバー曲を1曲してくださいって。そうそうそう、マオカナ以外も1曲、お、各そうグループがカバーするんだけど、 まあ、うちらはもうこれだろっていうのが決まってるから。うん、え、ちなみに何がいいとかありますか。もう一応聞くわ、もう決まってるけど。そう、もう言っちゃってたけどね。もう言っちゃってたけどね。そうそう、いや、でも一応なんかさ、みんながどういう感じを求めてんのかなっていうのを聞きたいから、マオカナに何歌ってほしいかなとか、なんかあるかなと思って。昭和歌謡。昭和歌謡、まあまあ昭和だもんね。あ、ウィンク、あー、なるほどね。あとはそんな興味なかった。ピンクレディだって。結構遡るね。まあでも、コマ撮り姉妹。何コマ撮り姉妹って。もう今もう80何歳ぐらいのおばあちゃんの。赤いのやつ。あ、まあ、そんな、あ、そういう感じ。そっち系、そっち系、そっち系。でもやっぱりうちらのファンは年配の方多いから、結構さかのぼるって言うけど、ピンクレディとか世代なのと思うよ。そっか、ザ・ピーナッツね。うん、あ、そっか、いらっしゃる。あ、いい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 、シャバドバズって。あ、でも、アイガネかけ、ピンク着てね。そうそうそう、パパピーヤ、パパピーヤ、パパピーヤ、パパパ。へぇ、年配だと怒ってらっしゃる。年配、年配のツッコミが。いや、でも年気にするってことは多分年配なんだと思う。最後のリリース。まあまあでも、まあ、言っちゃってるけど本当に、あ、確かにってなったらちょっと変わるかもしれないし。あ、そう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 、これいいねってなったらね、変わるよね。うちらすぐ変わるから。そうだって、マカラの呼び方もすぐ変えたじゃん。投票じゃないやつ選んでんのも。選択肢ないやつ、選択肢ないやつ選んでんのもね。そうそう、確かに。カバーならパピー、あ、パフィーか。パフィーね、うん、パフィー、パフィーって。あ、モスラの歌の歌、モスラーや、モスラーか。それ盛り上がる。確かに、ずっとこういう感じで楽しみ。確かに。え、でもゴジラ、おとんがめっちゃ好きやったけど、めっちゃ見てたな。モスラの歌ね。うん、ウケるな。あ、でもまあまあまあ、やっぱね、ツインのやっぱ 古めというか、まあね、昭和を、うん、でも誰もが知ってる歌がいい、活躍されてる方なんだね。うん、うん、まあまあ、でも16日を楽しみにしていてください、うん、はい、あのカバーを歌いますから。21時ぐらいね。うん、そうだから仕事終わりにね、うん、ぜひぜひです。あとはまあマオカナではあれか、10月9かな次。あ、ね、9さ、大丈夫なの。あれ、そうなの、とけば、なんかまおちゃんが仕事かもしれなくて、また10月9ずれるかもしれないんだよね。これがですね、え、アントニオイノリ。あ、多分大丈夫かもしれないんだ。マジ？うん、今日、そう、多分大丈夫。じゃ、またお知らせします。お知らせします。これは9月の予定。はい、これ9月、うん、さっき言ったね、これ10月ね、20月、うん、そうで、10月のもう一回、まおかだは何でしたっけ。一応9、9日、10月9日、次回多分大丈夫です。で、
多分てか多分大丈夫なんだけど、決まってる仕事先に言ってるから。でスタジオがなんと V に戻ります。20人以上今日この人数だね。え、3マックス40でしたっけ。無理じゃん。再三合わない。マオカのクラブ年内で終わっちゃうね。プレッシャープレッシャーってきた。キスやだやだ、一人頼りたくない。うちらはやっぱ二人がいいから。一人頼ってね、クリアしても嬉しくないかも。のびのびできるんだよね、うちらね。そうそう、そういうわけで、うん、10月9日よろしくお願いします。本当に10月9やんない絶対大丈夫ね、もう。うん、大丈夫。じゃあお願いします。うん、なんかね、10月9もなんかしようじゃん。ちょっと気合い入れて、あ、終わった後にライブとかね。おっ、いいね。配信終わりにライブとか。いいじゃん、いいじゃん。さあ、広いから、はい、そう、立てるの、そう、ステージなので。そうそうそう、ぜひね、画面で見ている方、よかったら来てください。お願いします。いや、本当にそうよ。そうなんですよね、うん、やっぱうちらの課題だね、今んとこね。そうだね、なかなか、うん、なんかクリアするんだけどね。そうなんだよね。これがこう、ちゃんとね、定期的になれたらね、うん、だって、私の目標は、マウカナでは ZEP とか、そうだよね、からさ、うん、ね、やっぱ夢はね、その現実味あるその目標で頑張んないと意味ないじゃん、うん、って考えたら、こう ZEP は行きたいなって思うので、うん、ここはもう、クリアしないと。そうだよね、頑張ろう。小声。やっぱ夢がないと頑張れないし、うん、まあいいや、これでってなったらやってる意味ないと思うから、カナも基本的に、うん、もうこれでダラダラするならやめた方がいいと思うタイプだから、うん、もう白か黒かだから、まあね、長く続ける意味はもちろんあるんだけどね、うんうんうん、長く続けることは大変だし、もう究極毎月 V だと死ぬことになるから、うん、そう、ちょっとここで一回落ち着いて、うん、たまに V 行ってまた M も。いやでもさ、そうよ、でも M でもう10分で完売とかもめっちゃ気持ちいいやんね。うん、うん、止まっとる。M ステ出なさい。M ステか。メジャーデビューしないと M ステって出れないからね。インディーステ出れたっけ？いやでも最近 YouTuber で売れてる再生回数何万回とかで出てるよもう。逆にテレビ出てる YouTuber が。あとなんか高校ダンス部みたいなやつとかも出てるし。うん、最近そうなんだ。うん、何かで話題とかもある。だからおばさんで可愛いって出てよ。磨き続ける。うん、平成最後なのに昭和の香りのする二人組。それには負けない気がする、ねねね、昭和顔だもん私。え、カノもカノもめっちゃ言われる、昭和顔だねって。そうしよう、そうしよう、うん、10月は土日のイベントないのか。そうね、今のところないです。ないっけ、16、あ、平日か。そうなの、平日なので、2日も平日なんだよね、そう、うん、そっか、全部火曜日。あ、全部火曜日。火曜日、あ、マウカナも含めて全部火曜日。すごい、火曜に縁がある。火曜の女。マウカナです。そのまんま。うまくねえよ。そのまま見てください。いやいや、でも今日はなんか、でもいや、でもいいじゃん。でも確かに、火曜サスペンスってさ、やっぱ火曜じゃん、絶対。確かに。いいじゃん、火曜の火曜です。マウカナです。もうちょっといいあれがあればいいね。そうね、このね、そのままだったね。でもハロウィンだもんね、来月はね。わあ、なんかしようよ、コスプレ的な。前回は、なんだっけ、なんかセクシーなの着てた。え、そうだっけ、もう忘れちゃった。あ、違う、メイドさん。メイドと、あと、そうだ、セーラー服だ。メイドセクシーだったじゃん、あれ。あれ、人に借りてもう返しちゃった。返しちゃったのか。なんかね、それもしたいね。あの、格闘家のさ、長嶋仁王さん。長嶋仁王と雄一郎のさんの当時の彼女に借りてて、大丈夫なの？で、結婚して大阪住んで送った。そう、借りパク、2年ぐらい借りパクしてて、ってことはそのままうまくいったってこと？そう、多分そう。あ、じゃあね、ハッピーね。そうで、手紙で本当に
2、3年すみませんっつってお戻ししますお戻ししますって、だって会ったことないんだよかな。すごくいい人じゃん。ジンオツさんはなんかなんか埼玉スーパーアリーナのなんかさあんじゃん大晦日、うんうんうん、あれに出てて、もうめっちゃあのオタクの格闘家なんだけど、うん、コスプレとかして入場する人なんだけど、うん、すごい。でも読みたフォームがすごい様になってなかったいやあのやってたの趣味趣味で、いやすごいすごい。そう、それの昔埼玉スーパーアリーナでコスプレしてバックダンサーっていうかしてたのよ。えーすごい、ね、だから埼玉スーパーアリーナ立ったことあんのよ。やばー本当に本当に入場あんじゃん、よく。いやあるねあるね、あの後ろでこうわーって。え、超いいじゃん。そうそうそう、めっちゃあんな最初で最後よ。でも何より奥さんもすごく優しいね。そうなのよ、本当すいません、絶対見てないと思うけど私です借りてましたそうね、土日のイベント入れる。そうね、入れたいんだけどね、ちょっとね。でも入れるように頑張ろう、うん、ちょっと後でスケジュール見よう。そうですね、なので、うん、ぜひぜひ。なんかね、結構、うん、ざっくり、あ、がっつりアイドルライブに入れたくなくて、うん、うちらが出たくなくて、正直、うん、だから、ないんだよね、ライブがいや、それこそ、そのこの前、16日にナチュラルハイスクールっていうイベントを出たんですけど、まあ、ありがとうございます、来てくれた方皆さんで、本当にね、場違いって思って思わず MC でパッて言っちゃったんだけど、でもすごい暖かくなかった、うんうん、お客さん全然場違いじゃなかった、うん、あの前列2列ぐらいか、全員女性だったの。やっぱり男性のアーティストが多くて、でもだよ、すごいなんかわかる、大体さ、もう大人だからわかるのよ、冷めた目とかさ、うんうんうん、全然、あ、すごいなんか楽しんでるっていう顔がすごい伝わったよね、うん、伝わったし、もう目があっても頑張れって、もう応援してるよって、ほんとそんな感じだったよね本当に嬉しかったの。ほんとほんと珍しいよね。珍しい、あ、うちらアイドルイベントじゃなくてもちょっといけると思ったもん。あ、わかるわかるね、うん、年齢いった時のリアクション。あ、そう、年齢いったらもっともっと頑張れってなったよね。こういうのにしてくれてみんなね、みんなってくれたもんね、うん、いや嬉しかったなと思って。なんかやっぱ女性が多い時はやっぱ年齢いってこう、うん、そうね、確かに確かに。もう逆に38とかいった方がいい待って、もうバレた時の簡単なメーラー年齢差し、逆年齢差し、そう、逆に年齢差しをして、逆様はダメダメ、逆様ダメダメか。でも本当にでもね、ナチュラルハイスクールって、まあ、略してナチュスクね、うん、する好きでも出てて、うん、本当に良かったから、その空気が、うん、たまうからでも絶対いけると思ったから、うんうん、やっぱちょっと出て良かったなと思った。うん、うん、ファンの人はね、なんかああいうよよよお前らなんとかだぜみたいな感じだからそう、大変だったかもしれないけどねうんうん、うん、でも、うん、こうやっぱこういろんな人に知ってもらうってことがやっぱすごく大事で、うん、そこに来てる例えば関係者の人が、うん、うちらと全くジャンル違くても違うイベントしてるかもしれないじゃん、うん、そしたらあの子たちはいたわとか、それでもいいなっていう思いもあって出たりするの ね、 そうですね。だからたまに言われるの、うん、それってさ、ってなんか楽しいだけじゃんとか、うん、自分がとか、うん、でもそうじゃなくて、やっぱいろんな意味があって、マウカナだから出れることだし、クリアーズだったら出れないし、ね、とか、そのわかるよね、絶対への道ですよ、それも。あ、そうそうそう、ほんとそう、うん、あと楽しんでるって言うけど、楽しまないと楽しさ伝わんないしね、うん、まずね、そうそう、そこがなんかマウカナのなんかそのうちららしいライブなのかなって、うんうん、やれることはやっぱいろいろやってきたいよね。確かに、うん、だってさ、もう始めてさ1年過ぎてさ、うん、もう2年目だよこれ。そうだよ ね、 早いね。だからいつまでマウカナ続くかなって、なんかもう今年終わるじゃん。そうなの、だってもう次10月よ、うん、もうほらあと2ヶ月3ヶ月3回かで夏感じた、夏は感じたよ。そう、え、感じてないの？夏あんま感じてない海行った行った、あ、行った、あ、海もプール、プールも行ってるし、海も行ってるし、トークリのメンバーと行ってたわ、行ってる行ってる余裕で、余裕でもう昼から飲んでたわあんな団体いたらさ、ナンパもできないよね、逆に。いや、みんな可愛いイケイケだから、イエーイみたいな感じだから、あのナンパしたくない、逆に、ね、おい、やけどするなこれみたいな、そうそうそう、あんな強めだし無理だよ。いやでも可愛かったね、水着もみんな可愛かったわ。確かに確かに、でもみんなやっぱ日焼け止めずっと塗るのね、うん、ロノコも塗ってた、塗ってたし、うん、でもやっぱさ、プールさ、かわいそうじゃん、
みんな入るから。ああそうね。結構そうね。やっぱね。うんうん、そうだからもうずっと来て、もうサングラスして帽子こまで。うんおばさんじゃん。そうここまで行っちゃったらそうじゃん。ここでサングラスが。ここしか出ないから。ウケる。でもやっぱ顔大事だからさ。ね、普段さケアしてるのもったいないじゃん。うん、その一日でさ。確かにちゃんと偉いからね。うん、ちゃんとシンガポールね一緒にホテルだったんだけど、うん、メイクする前は必ずパックするし。でパック剥がして化粧するし、ちゃんとケアして偉い。そうなの。化粧品何使ってんだっけ？化粧品。化粧品何？SK2。おお。素晴らしい。いやでももうなくなりそうで、やっぱ高いから、うん、ちょうどそれこそ昨日夜な夜な、うん、SK2 の次にいいみたいな、うん、そのまあ人によるけどね結局、うん、いっぱい調べてもうめっちゃすぐ。スクショしてるから後で見せるね。ねえ、あちらさ、うん、シンガポールでさ、そのリトル、あ、もう少しだ、すぐ言うね。リトル、そのインドのところのスーパーマーケット行ったの。そうそう、超でかいね。いや、マジでうちら、ほんと楽しすぎて、うん、2時間ぐらいもあっという間に過ぎて。そんな、そう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 。最初、一番最初に何買いに行ったんだっけ、あそこに。化粧、あ、最初は、違うよ、化粧調味料。あそう調味料買おうと香辛料とかそうスパイスとかそういうの見に行こうって言ってなんか本館と別館があって、うん、新館と旧館みたいなそう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 でパッて入ったのが美容系だったのもうその時点でまずそこも足止まるじゃんそこでもう1時間半ぐらいいて美容でこれはどうだみたいなねやっててで買ったやつがなんかほうれい線とか毛穴とかが消えるやつ美白みたいなそうこのクリームいいねっつってあじゃあこれかなっつってうちらもまとめて買ったんだけど日本帰って気づいたんだけどそれクレンジングだったんだよねなんでそこでクレンジングって読めるじゃんさすがに読めんのねそうだよでもテンション上がりすぎてこれだよクレンジング2本もいらないと思ってそうなのよ ねあと歯磨き粉ねめっちゃ買ったわでもあれ今もう使っちまえんけどめっちゃいい使ってるいいよね寝起きさなんかマシじゃないかあそう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 ちょっと後でツイッターあげるわ大量に買ってたそう、そうそうそうなんか最初本で見つけてそのメーカーがいいって言ってたんだけどリアルにそのメーカーしか買わないおばさんがいて、うん、あ本の言う通りこのメーカーいいんだと思って、うん、私もめちゃ買っちゃったもんそうそのおばさんも100個ぐらい全部パッと上げちゃってたからすごかったよねすごいよねやっぱいろんな人がいるよね大胆だったね、うんまあ、そんな感じであっという間にもう間もなく1時間が経とうとしております54分ですからね、はい怖映像怖かった今いやでも結構見てくれてんのかな、ね、どうなんだろうね見てくれてるちょっとスペインありがたい、うん、ありがとうございますさあ告知とかします改めて、うん、ね僕いつも思うんだけどさ本当に自分のこと知ってる人を集めたら何人になるんだろうっていつも思ういやもうそれはもうお金とか時間とか関係なく本当に集めたら何人来るんだろうっていつも思ってるんだけど、うん、何人見てんだろうね、うん、見てほしいな一応ランクインとかたまにねしてるからねそうなの、ね、いいよまおちゃんあじゃあ先するね少ないからごめんとちゃんかな9月22横浜スロットキング来店でこれ以外はもうお声がかけてもらってないので多分これで終わるかもしれないのでこれ皆さんいっぱい来てくれたらまた続くかもしれないですやっぱパチンコの来店って結構シビアで人数とか数えられたりとかするんですよ、でもやっぱタダだから結構来てくれるのよ、うんうんうん、もう国よりは全然来てくれるのよこの倍とか来るおいで、うん、だけどちょっとやっぱね慣れてくるとみんな減ってきちゃうので、うん、ほんとそんなもんなのよこれ最後かもしれないからよかったら来てくださいで24日は第2回ボーリング大会とお食事会なんですけど、うん、どっち参加でもいいし両方でもいいしそれもどっちも参加したいっしょしたいっしょめっちゃ楽しかったんだよね、うん、だから、うん、お声にお期待して、うん、お答えしてしましたボーリング大会はいよろしくお願いしますツイッター見てねはいこちら西はですねカーベルの新 CM がいよいよついに発表されましたリツイートしたリツイートしたありがとうございますそうなのでまあ一応全国店
方なのにあるので、うん、全国の地上波で多分で流れると思うのでお願いします。であと9月23日あのラジオの後なんですけど、ラジオの後に、うん、ムービックスの、亀有の1日限定の舞台挨拶があります。こちらちょっとチケットをありがたいことに完売いたしました。すごい。はい、そしてタロットアドバイスとかも私未だにとかまあ変わらずやってるのでそこはツイッターをチェックしてください、うん、そして11月オフ会予定なのでぜひ11月遊びに来てください。お願いします。すごいね、このさ、はい、舞台挨拶の人がみんなマウのファンになってくれればいいのにね、うん、本当にね、多分ねきっとボイメンのファンが多いんよ。ちょっと頑張ってくるわ。頑張ってくる。なんかあの猫6匹ぐらいかぶってさ。確かに。もう何も喋れんくなどうしよう。そうかそうか。そして最後、はい、また改めてマウカナです、うん、はい、9月23日ノンスタイルの井上さんのラジオにゲスト出演します。15時から渋谷のクロス FM で、はい、公開生配信なんでぜひよろしくお願いします。あとこの日はちょっと物販はないです。はい、でもちょっと喋ったりはできると思うけど、うん、基本はないと思っていただけたら嬉しいです。お願いします、はい、そして10月2日は根本ういのバースデーイベント、一部二部両方出ます。はい、そして10月16日下北沢ろくでもない夜、だいたい舞うかのは9時過ぎのライブ予定です。はい、どちらも18時半オープンぐらいなんで、うん、はい、ぜひお願いします。そして今回次のマウカナクラブは10月9日 V スタジオ。どうかお願いしますね。じゃあどうする、じゃあ埋められなかったら、うん、まあじゃあ何人目指す、ちょっと目標立てようよ、やっぱ大事じゃん。30。おい、え、もっとってこと？本当？え、自信ないよ。自信ない。いや、かな、例えば、まあ、単純で15、15だとして、15いけると思うの。15不安。いやー、最近無理よ。いやいや、もう頑張ろう、じゃあ。頑張ろう。15、15で。30、あと1分だって。はい、なので、本当に。30! はい、目指して頑張ります。来てね！お願いします。まあそうよ、平日っていうのもあるのよね、うん、そうなんだよね、うん、だから本当にもう今日はありがとうございます、うん、平日ね、今回もありがとうございます、うん、またね、あの V スタジオではあの来てくださった方だけかもしれないけどライブとか、うん、あるので、はい、来月お楽しみにしてください。あっという間だったけど、そうだね、うん、楽しかったね今日も、うんうん、そう10月がそう、まあ、オフ会はちょっとねまた後で、そう、みんなツイッターとか見てください、はい、します。コメントも皆さんありがとうございました。はい、では皆さん次10月9日でーす、はい、来月またお会いしましょう。